はい、皆さんこんにちは。 CF ネットの企画開発室には自宅セミナーをたくさんやってほしいっていう要望が多いんですけど、今日は住宅販売の担当者、こちら東京支社の3名と打ち合わせをしてます。どうですかね、現場の方はすごい多いですか？あ、こんにちは、藤原です。まあ、ご存知の方は多いと思うんですけれども、私自宅稼げる自宅セミナーっていうのを毎回、講師として、まあ、やってますけれども、やっぱり自宅セミナー、自宅から始める不動産投資って多いですよね。それで僕の場合は女性の人がもね、女性の、独身女性、あとは、まあ、既婚女性もいるけど、僕の場合は女性手伝うのが多い。平山君どう？そうですね、僕もどちらかというとやっぱ半々か、ちょっとそれ以上で女性の方がご相談多いかなと。まあ、初めは投資の相談できたとしても、やはり自宅も買いたいというお話になって、やっぱりお手伝いとかご相談乗ることは多いし、そうですね、探してる人は多いと思いますね。ご相談も多いですか？逆に男性が多いですね。そうなんですか？残念ですね。40歳前後の人なんですけど、まあ、まあ単身ですけどね。じゃあその皆さんにこうちょっとたん、まあ、いやだからね、僕は思うんだけど、割と女性の社会進出ってこう増えてるよね。はい、まあ、女性の方が、まあ、単独で、まあ、収入もあって、単独で、まあ、賃貸暮らしっていうような方も多いんでね、まずはね、働く女性のためのなんか自宅購入セミナーをやった方がいいんじゃないかなと思ってるわけです。あ、そうですね、それはすごい、それね、いいと思いますよ。はい、でもまあね、久保田さんみたいに女性よりも男性が多いっていうのは、もちろん男性の方も多いと思うんで、なんかもうせっかくだなので、藤原さんの自宅セミナー、いつもはお金もらってるんですけど、皆さん無料でちょっとやっちゃおうかなっていう話になっちゃってます。いや、男性が多いんだったら、はい、じゃあ、はい、独身男女のためのそのダメ。おー、なんかいいね。こんな素敵ね。そう、セミナーとしたわけじゃないけど、ね、いや、いや、婚活ってんじゃなくて、はい、この営業現場から言うとね、はい、要は独身男、独身のうちに、その、なんていうのか、こう、ゴールっていうか、その道筋を固めていくっていうのはね、重要だと思うんですよ。うん、ただやっぱりね、子供が生まれちゃって、はい、学校に通い出してたりするとね、自宅を動かすのすごい大変よ。でそれを考えると、その独身時代の時とか、もしくは結婚してるんだけど子供がいない時とか、それのがね、よっぽど自宅を動かしやすい、だからね、そこら辺をまだ、だからそこら辺でちょっとまあまあモヤモヤしてる人たちにぜひお話を聞いてもらいたいななんて僕は思うのね。そうですね。じゃあもうその藤原さんの自宅セミナー本ですけど、有料なんですけど、もう見に行っていうことで月1回、もう皆さんに聞いてもらえるようなのにちょっとしようかっていう話になってるんで、ぜひ、やったらいいと思う。はい、はい、そうですね。でね、はい、今月のスケジュールでいくとね、はい、みんなが空いてるのが9月の23日、はい、9月の23日、まあ、たまたまこれ祝日なんだけど、はい、9月の23日の木曜日、はい、これ1時半から1時間半、はい、そうだな、初回なんで、じゃあ働く女性のための、はい、自宅から始める不動産投資、これまず第一弾でやりましょう。わかりました。じゃあ9月23日これで、その次毎月とかやっちゃいましょうか。ね、それはちょっと、じゃあまあおいおい決めていくとしても、はい、第2弾としては例えば、じゃあ独身男女のためとか、はい、あとね、それ10月がいいですね。まあ10月がいいかね、はい、でね、あとね、もう一つ多いのが、はい、これは僕やっぱ自宅セミナーやってて個別相談も受けるでしょ、はい、でね、多いのが会社辞めようと思ってるんだけど、いいですかみたいな相談、今多いかも、多いんですよ、で別にそれは止めはしないんだけれども、辞める前に自宅買った方が絶対いいし、だからキャリアアップするんだけど、キャリアアップする前に、まずその自宅を先買っちゃう、はい、そういうのもね、必要だと思うね。キャリアアップのための、自宅購入セミナーですね、それも言った方がいいな。じゃあそれは
11月にしましょうか、うん、いいですよ、はい、じゃあその判断でミニセミナーで、場所はこの東京支社の上の6階のセミナールームで、6階のセミナールームですね、待ちます、はい、じゃあそれでやりたいと思います。じゃあ皆さん、あの無料のミニセミナーになりますので、ぜひ振るってご参加ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。